ゴブリンのやつ、すぐに強くなってイケメンになってくれてよかったね。なんか性格も変わるってところが個人的には面白かったですね。あとはとりあえず強くなってきたらどうなるのかは気になりました。来週も楽しみです。以上、リモンアニメのお話でした。